あなたがしてもらいたいことをあなたがするっていうことが大事なんですね。あ、また可愛い18歳から24歳の質問ですね。今年から専門学校に通い始めたんですが、お友達ができません。どうやったらお友達ができますかとね。介護施設でっていういつもの話とは違います。今日は専門学校の話ですよね。まずね、お友達ができませんっていう時にあなたがですね、待ってたらダメですよ。どういうことかっていうと、あなたがどういうふうに話しかけてもらったり、何をしてもらったらお友達になりやすいですか？あなたがしてもらいたいことをあなたがするっていうことが大事なんですね。ところがあなたはですね、ちょっとシャイで恥ずかしがり屋なのかな。で、そういうような人にはですね、一番いいのはですね、いろんな人を承認して認めて話しかける練習をした方がいいんですけど、私がおすすめはですね、コンビニとかに行って、今他の国から来ていらっしゃる人で日本語上手な人いっぱいいるじゃないですか。で、名前でわかりますよね。あ、どこの国の方ですかとか、日本語上手ですよねとか、頑張ってくださいねとか言うと笑顔になります。でね、そういうところからちょっと練習をしてみて、私が何かすることで誰かを笑顔にしてあげれるとか、いい気分にさせてあげれるということで、あ、なんか私ってなんかちょっといい感じじゃないのみたいな練習がしてほしいわけですね。で、そういうことができ始めるとあなたも自信がついてくるので、あなたがリーダーシップを取るということができると思いますよ。ゆきママさん、いつも平先生の笑顔に癒されながら動画を見て勉強しています。ありがとうございます。主人が職場の女性と不倫をしていました。あらま。私との離婚も考えていたようですが、私も今までの態度や言動を誤り、方法、大人の態度ですね、夫婦としてやり直してもらいたいと伝え、その女性とは別れたようですと。悪いのはあいつなんだね、なんでこんなことをしなきゃいけないんですかっていうと、こういうことをすることでご主人があなたを愛しやすい態度をあなたは取られたということですね。で、その女性と別れた、そういうことです。ただ実際に別れたどうかは分かりません。今も同じ職場ですし、仕事も不規則なため、こっそり会おうと思えば可能な気もします。携帯も録画かかっているので確認はできません。夫婦としては今まで会話らしい会話もなかった私たちですが、ちょっとしたことで夫婦で話すようになり、また私から甘えるようにしてスキンシップも増え、子供たちも最近何かあったとニヤニヤされるほど仲良く過ごしています。それは素晴らしいですよね。それでも主人に対しての不安や疑いが胸にいっぱいになり、辛くなることも多いです。それはなぜかというとですね、あなたが疑っている時に、疑っている主人に愛情を全面的に送るということはできないんですね。こんなに愛してあげてもあいつまた浮気するんじゃねえかなと思うと愛が制限されますよね。そして愛が制限している私に主人からの愛も制限されるんじゃないかって投影をするわけです。あなたたちの夫婦っていうのは今愛し合うということに関してもう本当に頑張らなきゃいけない時期なんですね。そうじゃないと多分ご主人っていうのは愛の欠乏症になっているような気がします。で、あなたもそうなんですね。でも本当にあなたがちょっと今までちょっと悪い態度だったわと思って、今優しい態度をすると彼もすごく上機嫌に乗ってきたわけですから、まあ、言っちゃあれけどちょろいんですよ旦那さんは。で、うまくいってるわけですから、ここでせっかく広げてきたの、いやでもなーっていうことはおすすめしません。それでも主人に対して不安や疑いが胸いっぱいになり、辛くなることも多いです。このまま夫婦生活を続けていくのがいいのか迷いますと。どうしてもご主人が許せないんであれば、多分恋愛は双方同意ですから終わらなきゃいけないかもしれないけれども、多分今あなたがですね、主人に不満をぶち込んでもいいことは何一つないと思いますね。で、これはですね、ご主人への不満っていうのは多分うちのボランティアカウンセラーでも何でも
でもいいからそこにぶつけておいてください。そして今ご主人に関してはあなたが言ったように、私もちょっと無関心であなたのことをほったらかしにして冷たく悪い奥さんだったから、本当にもうちょっと頑張るわって今の路線を拡大し、そしてうまくいくことになったら、多分今彼の方も本気かな、前のように戻るんだったら嫌だなみたいな感じじゃないかなと思います。だから今はせっかくねチャンス到来するんであれば、まあ疑うことによって愛を制限することはやめられる方がいいと思いますよ。あなたはどっかで自分が愛される自信がない、愛されるかどうか不安っていうことが実は一番の問題なんですよね。まあ愛のリーダーシップを取るっていうことがあなたは今一番求められてるとこかなと思います。今日の動画お役に立ったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。